こっちから攻めてやる必要はねえ。守りを固めて反撃の機を伺え。父上、天守の門は血が守り抜きますと。さすがは不落の剣城、見事。父上に続け。よい、上杉の戦、ここに示さん。開門。敵将、討ち取ったり。敵は倒す。これが戦場の掟だ。討ち取ったり。目障りな野郎が嫌がるようだな。奴はコミネムロワに誘い込め。ないものは消える。戦場の掟だ。まだ、かかれ。かかられたか。やりよるわ。上杉が攻め急ぐのも無理はねえってか。奴ら、またすぐに攻めてくるぜ。その前に、足抜けを取り返して、守りを固めとけよ。開門。葵は。手が空いてる奴は捨てぐるわの奪還に回れ。葵は、お助けくだされ。腹をすかせた民兵たちに兵糧を届けねば。Huh!
ほどの豪の者がいようとは。敵は倒す。これが戦場の掟だ。敵将、討ち取ったり。葵は敵は倒す。これが戦場の掟だ。葵は殿様のため、俺たちも頑張んべ。ただの打剣ではないのですね。敵将、討ち取ったり。
戦場の掟だ。弱い者は消える。戦場の掟だ。違いよ。敵将、撃ち取ったわ。葵は薄木の恥。急げ。死ぬ気で守れ。敵将、討ち取ったり。敵将、討ち取ったり。これほどとはな。しらがいい。敵の方が一枚上手か。かかってこい。親方様も姫様も家族みんな私のまま。本当に寂しいんだから。じゃなんで俺たちの国を守るんだ。みんな、この国を守るために一緒に戦ってくれているのね。目指すは本丸、進め。弱い者は消える。戦場の掟だ。しらがいい。あれは剣士。父、見ててくれ。俺が奴を討ち取ってやる。待て、サブロー。
もう聞く耳持たねえか。北条さん、良き若者だ。まだ戦おうってのかよ。ちゃかキリがねえ。これ以上国を荒らされちゃかなわねえな。和議の使者を出せ。奴らも武田の動向が気がかりなはずだ。断りはしねえだろう。